志村けんの美女探し3日目。昨晩宿泊したのは湯布院の老舗旅館庄屋の館。人気は100人入浴できる大露天風呂。志村と上島は早速入ってみることに。あー寒っすね。おー雪だもんな。いやこれいい温泉だわ。すごいなこの大露天風呂は。これいいっすよ。綺麗ですね。またこれ言っとくけど、湯布院で九州ですからねこれね。ほんとほんと。いいですね。いや全部雪景色で。雪景色でね。また今日パラパラとちょっと朝から降ってましたけどね。しかし昨日は飲んだな。本当のダメですね。そんなにさ、片桁みたいに飲むことねえのにな。わけわかんないほど飲んじゃダメですね、もうね。ところでね、飲んだといえば師匠ね。なんだ。ちょっと情報を仕入れたんですけども。何よ。この辺で岩窟王っていう焼酎がね、これ有名らしいんですわ。岩窟王？岩窟王ってこれ。あ、そう。だからこれをちょっと今日はね、もう僕朝起きて手配しておきましたから。これ間違いないですか？間違いない。うまい。間違いない。よし。じゃあまた今日も飲むか。飲みますか。今日はちょっと早めに飲みましょう。しかし酒飲んで風呂入ってこれ。たまらんなねえ。こっちも雪降ってこれ気持ちいいこっちも。そうです。ちょっと俺ほら。わあ、これいいや。顔は冷たくて、体は温まってこれいいや。静寂の中、しんしんと雪が舞い、絶景が心を癒す露天風呂。ここでお酒を抜き、英気を養った二人はパワー全開。さあ美女探し、本日も頑張りましょう。